今日はあの皆さんで銀座でお食事をした後に、うん、に移動して、まあ、無理やり拉致してきて12月も終わりということで今年の総括なんかお願いしますグググググみたいな感じでホイスに連れてきました。あの私は駆動家であの職人さんの家に押しかけて腕掴んで連れてくるっていう技を行使してるんですけど、まあ、今日は本当なんですか？本当にやってます。本当ですか？本当にコン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 って言ってあ、ちょっといいですか？ちょっといいですかちょっといいですか、よろしくお願いしますみたいな感じで、まあ、そんな感じで今日は3人を拉致して連れてきましたっていう座談会的な感じで、もう今年も終わるのであの2020年どうでしたかっていう。今年で皆さんも喧嘩ありました？私買ってないんですよ。買ってないもちろん買ったよね。買ったよね。あ、じゃあ多分なんか今年一番物件買ってそうな。そうだ。そうそう、どんな物件？そうそう、今年何個買った？ちっこいのですから。いやいやいや、もう金額とか関係ないから。ちっこいのって1個は1個だもんね。そう、1個は1個だよ。4個。あ、すごい。うん、すごい。すごいね。1個建てばっかり。1個建て。全部客付けも完了しましたか？最後の1個は転退しちゃったんで。ああ、そうだ。そうだそうだ。ツイッターで。転退もいいですよね。借りる人も勉強なんですね。うん。じゃあもうそれで終わりですか？はい、おめでとうございます。すごい素晴らしい成果、ねね、買ってないってことですけど、はい、じゃあ今ある物件でなんか怒ったこと、うん、びっくりした怒ったことがあって、あ、そっちの怒るじゃないよ、 あの事件が起こるそっちの怒るだよが出来事ね、あ、そう、入居してた人がね、うん、具合が悪いって、うん、親族が発見して、うん、で病院に行って、うん、でその病院でお亡くなりになって、そこからもね帰ってこれなかったので、ね、その方は、ね、で、まあ、そのご体験だったんだけど、うん、そのね、あと親族とね、もあの路上でね喧嘩したのがね、自分的にちょっと今年一番ね、なんで喧嘩になるんですか？もう長く住んでた方だから、うん、お部屋の様子がすごい気になったのね。あで、そのままもういなくなっちゃってるから、これやばいんじゃないかと思って行ったのね、うんうん、まあ一応鍵持ってるから、うん、でも鍵がね、なんか開けたんだけど合わなくて、あ、変えたの？変えられてたんだ。もうね、20年ぐらい住んでたから、あ、ね、一応何か変わってて、で前のものも知らなくて、でも私そのこの鍵でしてくれたんだと思うんだけど、その親族の方に、ね、今 たまたま近くに来てるんですけど、うん、もし鍵をお持ちだったらね、ちょっと貸していただけませんかって連絡をしたんだけど、あ、わかりましたって、ちょっとどこどこにいるんで、あと20分ぐらいで来ますからって言われて、うん、じゃあ待ってますからって、うん、そこまで普通なの？そう、そこはね、普通なので、うん、来たって言ったのね、うん、怒ってプンプン怒って、こうなってね、やってくるの、うん、なんか電話で普通だったのに、そう、この忙しいだけにとか言われて、これ非常識な人だみたいにね、そう、どこに散らされてね、電話で言ってくればよかったのね。そう、今こっちがね、うん、無理やり来たの分かってるから申し訳ないんだけど、うん、こういう事情で今ちょっと近くに来てるから、もしお手すきだったら貸してもらえませんかって、一応ほら常識で言ったつもりなんだけど、すんごい怒られてやってきたからびっくりしちゃって、私20分くらいで何かね、なんか変わっちゃったみたいな、何かあったのかね。その後和解しましたか？しばらくその路上で喧嘩してるんだけど、引かなかったの自分も？引かないだから、まあ、いついつまでに、うん、あの待機をね、うん、お願いしたい、まあ、お荷物を片付けてもらえませんかみたいな話をしたんだけど、なんかそこは割とね、あの常識的というか、もうやるって言ってたでしょとか言って、やりますよとか言って、あ、そう、まあ、やってくれるなら別に構いませんけど、うん、っていう、そうそうそう、いついつまででお願いしますねって、うん、その頃またこれこちらからご連絡しますので、日にちをね、一応これ決めましょうって言って、電話して、どうですかって言ったら、ちょっと伸ばしてほしいみたいなこと言われて、来たの分かってたし、うん、片付けてくれるのありがたいから、こっちとしては、うん、いいですよって言って。うん、じゃあいついつだったらいいですかみたいな話を、その頃まで何とかしますみたいな話を した時はすごい普通になってて、うん、でその時にもこの前はね、すいませんでしたって謝られて、でちゃんとね、分かってんだよ自分も、うん、なんかね、あ、ちょっと顔しちゃったなみたいな感じ、他の家族で何か言われたのかもしれないけど、怒るとこじゃないって、そうそうそう、ちゃんとね、片付けてこっちが出るようにね、あの借りてるんだから、しかもその間家賃がないから1ヶ月ぐらいは月お貸しできないけどっていうことでいいかなと思ったけど、ちゃんとお支払いしますって言ってくれて、私気づかなくてすいませんでしたって、あ、そうなの、うん、喧嘩したんだけど、うん、最終的に綺麗にして、うん、家賃もちゃんとその片付けてる間の2ヶ月分ぐらい、うん、ちょっと遅れたんだけど払ってくれて、あ、そうなの、そう、次の人が住めるぐらいには回復した、心得なりには一応、あ、そうなの、あのちゃんと掃除もしてくれて、それなりに、でも次入ったんですか？まだね、募集中、募集で怒鳴り合ったってことがやばい、やばいよね、そんなにないよね、そんなにないんだけどね、そんなにないね、みんなとね、こう、うまくやりたいと思って、うん、
やってるんだけど、うん、どうなっちゃったっていうのが、ね、それが今年一番のトピックですか。1年間って結構長いのに、うん、それが一番っていうのは、うん、まあ、不動産地帯業がいかに平和な、うん、ね、事業かっていうことだよね。一番印象残ってるのがそれだからね、うん、そうなの。普通にサラリーマン業とかやったらこんなの普通じゃない、うん、ね、お客さんとやり合うとかさ、うん、もう毎日でも起こるようなことじゃん、うん、ね、でもさ、会社の頃はさ、送られても言い返せないんだよね。あ、会社は、そう、会社の看板、そう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 、上司出すとなっちゃうね。そうで、あの営業やってたからさ、スクレームだけいっぱいいたんだけど、うん、自分上司だからさ、うん、思いっきり言い返したの、うん、上司って、まあ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 、自分社長だからね。そう、もう自分社長、自分が責任者だから、もう私が良ければいいんだみたいな、私がルールぐらいの感じで言い返したんだけどね。でもそれはね、まあちょっと会社と違う。なるほど、うん、まあ、それですごい大問題になっても解決しなきゃいけないの、自分で自分で全部責任を取るんだけど、でもまあ自分で ね、 分できるよね、うん、結局ね、なんかもしかしたらお金なのか何なのかで、うん、自分が責任を負わなきゃいけなかったかもしれないけど、うん、それもね、それも自分で決められるからね、覚悟の上で、どういうふうにできるって、どうやり返してるから。なるほどなるほど、まあ、ある意味気楽ですよね。あ、まあね、うん、まあそういうことだね、うん、でも結局お金も もう、はい、もらったしね。もらったし、うん、じゃあまあめちゃく喧嘩はしたけど、うん、喧嘩したけど、あ、なるほど、まあ、おめでとうございます、うん、よかった、まあ、よかったね、話ですね。そのぐらいかな。それぐらいか、平和だね、平和だね、地味だね。ないの、地味でしょ、ないんだもん、だって。なるほどね、まあ、でもこんなもんなんですよ、不動産投資って、うん、本当に、うん、本当にね、うんうん、なるほどね。じゃあ花さん、今年のニューストピック、今考えてたんですけど、うん、私は勝手に工事されたことかな。あのおじいちゃん、隣のおじいちゃん、あ、おじいちゃん、おじいちゃん、隣のおじいちゃんって何なの。もちろん戸建てがあって、うん、そこと接してる家のおじいちゃんから、うん、なんか水が漏れてるって言われて、家から住んでる人じゃないのに、うん、水が漏れてるって意味が分かんないじゃないですか、まず、うん、その時言ってくれた仲介さんから来たから、うん、じゃあ連絡先とか教えてくださいの対応するんでって言ったら、いや連絡先分かんないんですよ、近所の人っていうことは間違いないんだけど、うん、その連絡先とも一切わかんない、ちょっととりあえず現地行ってくださいみたいな感じで、伝達ゲームだと思うんだよね。その元の持ってた人か、その関係者に行って、その仲介に行って、うちの仲介に行って私に来たみたいな感じだから、もう伝言ゲームで。あ、なるほどね。それしかも接してる家が一応3軒あるんだけど、うん、ここじゃないよなっていう家が実はそうで、うんうん、しかも何回か行っても留守で会えなくて、うんうん、結局 2、3 ヶ月経っちゃったんですよ。それでゴールデンウィーク中になんか行ったらいて、あ、俺が言ったよみたいな感じでおじいちゃんが出てきて、家の外にある排水マスタが漏れてくると、はい、それで結構匂いもするから何とかしてほしいみたいな話で、うんうん、住んでる人は何も言わない、住んでる人は何も言わない、住んでる人からすると裏だから確かに、ああ、なるほどね、そのうちの裏の人ってこと、裏の人だったらちょっと手配しますので、ゴールデンウィーク中なんでちょっと時間かかるかもしれない、すいませんって帰って、はい、で一応連絡先を教えてたら、うん、次の日かな、電話がかかってきて、うん、工事しちゃったんだよね、完全に外側だけを工事してくれたんですよ、外のその排水のところをうまく流れるようになんかやってくれたんですよね、うん、そうそうそう、やってくれた。それ敷地側に出ちゃってるってこと、そしたらなんかね、そこ塀がなくて、 おじいちゃんの庭からつながってるみたいになって、実費だけもらえないかなって言われて、おじいちゃんが直したの、直したの、自分で、隣のおじいちゃん、おじいちゃんが頼んで直したんじゃなくて、おじいちゃんから頼まれてもないのに、だから手配にちょっと時間かかりますよって言ってほっといたら自分でやったってことね。ああ、いや、ほっといたっつってもゴールデンウィーク中だから、だから今休み中だから開けたらって言ってたのに、その間に自分でやったってことでしょ、自分でやっちゃったら、それで実費だけもらえないかっていう電話がかかってきて、それいくらですかってちょっと怖くは聞いたら、3万かなって言われて、安みたいな、うん、それで完全なら安いですよね、俺が見た感じだと治ってるからって言われて、うん、それでまあお支払いはしたんですよ、うん、それでまあお礼にも一応行って、うん、ただ会えなかったんですよね、その時ちょうどまだいらっしゃらなくて、うん、でそしたらまた電話がかかってきて、うん、まだちょっとやっぱ詰まりがあって、うん、またちょっと工事したんだよ、2期工事、2期工事でしょ、2期工事でしょ、まあ、それで治ったらしく、そこからは連絡来ないんですけど、うん、まあ、そういう勝手に工事するおじいちゃんがお隣さんだったっていう事件が。あ、そうなんだ。え、そのことを今住んでる人には言ったんですか？言ってない。まあまあ別にいいのか、まあ、中に入ったわけでもないし、法人で借りてて従業員の人が住んでるみたいなんですよ、ね、ああ、まあ、それはそれが大事件ですね、それが、はい、まあ、購入しなかったからそれが一番印象残ってる、そうですね、まあ、でも平和だね、平和だね、いいおじいちゃんでよかったですね、いいおじいちゃんですね、ね、それで別に揉めたりとか、うん、もしかして私が勝手にやるなみたいな切れたら揉めたかもしれないけど、まあそうね、説明書かなんかみたいな、それで一回来てもらって、うん、
ね、立ち会っていろいろやって見積もりを取ってみたいなのを考えると、うん、いや全然おじいちゃんにやってもらってよかったみたいな、うんうん、そうですね。それと本職だったんですか。中も外もできる田の子っていうんですかね。ほぼめっちゃゲット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 の修繕そのおじいちゃん、ね、逆にいい出会いじゃんみたいな。そうだそうだそうだ。だからちょっとそのあたりもあって、うん、もうお金はちゃんと支払いしますよねって勝手に工事したけど、でも中で何かあってもあのちょっと行ってもらえませんかっていいよね。なんかおじいちゃんの正体としてはなんか正体なんか元々ハウスメーカーに勤めてて、うん、クレームのお客さんから一緒に職人連れて行って、うん、結構職人のを見てて、うん、自分も覚えて、うん、定年後にやってるんですけど自分で、うん、だからえ他に工事もやってるんですかって聞いてみたら、うん、いやまあ何でもやってるよみたいな、うん、それもし俺ができなかったら知り合いの大工とか、いやめっちゃいいじゃん。そうだからこれゲットと、それはいいよ、いい出会いです。ものすごくご高齢とかで頼むのが怖い感じぐらいまではいってないんです。そんな感じじゃない、うん、割とまあ60代ぐらいで、うん、まだまだいけるね、まだいけ る,、ま、いける、あと20年はいける。自分でもやっぱそういうのやってるみたいで、うんうん、それ最高ですね。それは良かったね、いい出会い、それいい出会い。おじいちゃんにはコロナでなんかこう、うん、家にいて暇で、でも匂いが来るから嫌でも工事しちゃったみたいな、自分が我慢できなくなっちゃった。そう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 、なるほどなるほど。でもそれいい出会いで、ね、あでもありがたいです、ありがたい。手間も省けたし、うんですね、やってくれたし、しかも自分の工事だから責任持って何かあっても責任取るからみたいな。あ、そうね、そうそうそう、自分自分社長だからね。そうね、なるほどなるほど、おじいちゃんね、そうなんです、よかった。それはおめでとうございます。いい話、いい話、いい話、ちょっと羨ましいね。